こんにちは。ちは劇作家の重信です。エスカの鳥です。よろしくお願いします。お願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、昨日何食べた第3話行きたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、行きましょうか。はいえ1分はい。えーはい、七郎さん。 ケンジさんのこうスーツに着替えていくところ。はい。<laughs> ちょっとまあ、お出かけですね、パーティーで、ね。そうですね、なんかこう、はい、ワクワクしながら。うん、でもかっこいいね、やっぱね。あやっててねあそうですね。あ、でもめっちゃ決まってましたね。うん、そもそもかっこいいね。そうですね。改めてそれを認識しましたね。認識するねうん。かっこいいですね。えーえー でまあ、あのー、関係が優しいっていうのがもうすでに構築されている中でのいい交流ですよね。うん。いい演技だったと思いましたね。よかったですね。いや、そうですね、うんまあ。まさにそのキャラクターとしてその場にいるっていうようなところが、うん、すごくひしひしと伝わってくるっていうね、素晴らしいとこでしたね。はい、うまいね。うん。素晴らしかったですね。はい。はい。で えー、次が、えー、11分、はいえー。小日向さんが航君、えーうん、との話を、あのー、みんなにね言うところ。背景が二人の歴史が非常にこう響いている、まあ、少しダメージのある中で行われるいい交流でしたね、うん、いい演技でしたね。 よかったと思いました。そうです。まあ、特別な関係の、まあ、その成り立ちみたいなもの。そうだね。を、まあ、ある種、の秘密ですよね。秘密を二人に話すっていうところですよね。うん、素晴らしかったと思いましたね。うん。はい。で、次が24分。はい。はい、で、ね、ケンジさんが一人で。 ご飯を食べてのところからシロさんがこう帰ってくるところうんまあケンジさんはケンジさんで一生懸命こう作ってねうんカツノ食ってましたねあー美味しそうだった、えー、<laughs> まあでもなんかこう二人にしかわからないというかそのなんなんでこう許されないのかとかなんでこううまくいかないのかっていうなんかちょっと背景が彼にダメージを 与えていて、でうん、それがこう、白さんが帰ってくることで、あのー、本心じゃないけど、ちょっとこう、一歩進んだところの柔らかいところを使うようないい演技になってましたね。うん、そうですね。まあ、その、技術、ね、家との関係っていうところですかね。うんうん、まあ、認められ,られがたいところから、ちょっとまあ、関係性が融和していくというか。 うん、いうところですよね。なこれもすごく繊細ですよね。そうだね。うん。<ー>なんていうの、まあ、そうですよね。こう、ある程度、割り切ってるというか、諦めてる部分もあったけど、うん、まあ、それがちょっと解消したというか、本当に一歩進んだっていうようなところですよね。い、ねうん、はい。 そう、そうなんですよね。多分その最初の、この前半と後半に多分今回分かれたと思うんですけど、うん、まあ当事者たち4人っていうところと、うん、まあ後半のその家族の問題、実家との問題みたいなところに分かれてるっていうところですよね。うん、こう自分たちの中だけでのその価値観と、やっぱその外との価値観との、こう、せめぎ合いというか、ね、なんかね、折り合いのつけ方みたいなところですよね。うん いやー、これもね、複雑だよな。うん、複雑で繊細ですよね。うんうん、そう。確かにな、お墓あ、お墓ってああいうシステムに今なってるんですね。うん。<laughs> 都会のお墓。ね、増えてんだね、あうのね。うん、まあでも確かに、そうですよね。まあ便利で言ったら絶対そのほうが便利ですよね。まいねー。うん。 少子化でね。いやー、そうですよね。<ー>なかなかね、田舎でお墓維持するのもちょっと大変っちゃ大変ですよね。大変だよね,ーねー。うん。なんかそういうちょっと社会的なものも含まれてるというか、まあでもそうですよね。うん、この関係性があるっていうのも多分、ま,あ、まさしく現代の社会を映してるっていうところですよね。うん はいまあ、そんな昨日何食べた第3話のベストシーンを開けていきましょうか。もう最後のところですね、24分からのケンジさんが一人でご飯を食べているっていうところからシロさんが来るところっていう、うん、そんな2人のずれみたいなのがね、あの社会とのね、ずれ、うん、だったり、まあ、2人のずれが、えー、ケンジさんやシロさんにダメージを与える中で行われているっていう。 で、なんか本当のことを言う柔らかいところを使うっていう、いい交流になってましたね。うん。素晴らしかったです。そうですね。やっぱ社会からちょっと圧力があるからこそ、二人の関係がより強固になっていくみたいなところもちょっとありますよね。うん。というわけで、昨日何食べたの第3話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。この動画、少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス。 ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。